の5回、はい、あれ登板した時どんな気持ちだったんですか？そうですね、まあ、僕が登板したのは3対1の時だったんですけど、それまで2対1で勝っている状態で、その2対1のまま行くと思ったところで岡本さんがホームラン打って、はい、少し気持ちが楽になったんですけど、やっぱりあのブルペンのドアが開いた瞬間はちょっと足が震えてちょっと行きたくない気持ちにもなったんです。はい、やっぱり怖いなというか、はい、もうで打順も1番からだったので、ね、ちょっと怖かったですね。でその1番バッターがリクエストでセーフになったじゃないですか、はい、あの時どんな心境だったんですか？サードゴロ上がった瞬間にやばいこれはセーフになると思って、でもめちゃくちゃ僕も願ってましたし、僕はセーフって分かってたんですけど、うん、アウトって言ってくれたので頼むからリクエストしないでくれってずっと願ってたんですけど、はいはい、リクエストでセーフになった時に、まあ、その時はこれで一発打たれたら同点やなみたいな感じで気持ちはちょっと不安な感じだったんですけど、村上さんであったり源田さんが声かけてくれたので思い切って投げることができました。そういう時村上さんだったり、はい、源田さんって何て言ってくれるんですか？源田さんはまずは本当に冷静になって、あのゲッツーの守備の確認だとか、落ち着いて自分の球投げろっていう風に言ってくれたのと、宗さんはもう本当に自分の球投げて思い切り行けって逃げるなよっていうことを言ってくれたので、はい、そこはすごく力になりました。その言葉通り、はい、トラウト選手を三振、はい、これどうですか？あのトラウトさんですよ、はい、ツーボールになった時は、はいはい、もう死ぬかなと思ったんですけど、はい、あそうだったんですね、はい、もうそこからなんとか追い込んで、はい、まあ、もう本当に覚えてないんですけど全然緊張で、結果的には良かったです。トラウト選手って、はい、もちろん知ってる選手だとは思うんですけど、はい、どういう存在だったんですか？いやもうテレビの中の人、大谷さんのチームメイトっていうところのイメージしかないですし、ちょっと日本代表の練習が終わった後にトラウトさんのバッティング見たんですけど、3球で見るのやめて6回に帰ってきたぐらいだったのでこれはまずいなと思ったんですけど、はい、良かったです。まさか対戦するって思いました？いや全く、もうあの 5回投げるの分かってたんで、本当に1回から結構打順の巡り合わせを気にして投げてたんで、はい、ちょっとこのままじゃまずいなと思いながら3回とか4回見てました。でも来ちゃったぞと、はい、トラウト選手がそれで三振ですよ。はい、すごいですねやっぱり自分で今振り返っても、はい、ちょっと信じられないというか、はい、本当によく投げたと思いますね、はい、いやそうですよね。